さあ今週も始まりましたラフスパイスのどこでもラジオ、ラフスパイスの本田東子です。同じくラフスパイスの高橋直人です。この番組はお笑いコンビラフスパイスのラジオで、ラジオの前の皆様参加型となっております。この番組は生放送ですが、皆様からのメール、ファックス、ツイート、 LINE アットへの投稿など随時募集しております。はい、ファックス番号が 011-867-8383、 011-867-8383、 メールアドレスが withs@830.fmwith-s@830.fm、 懸命にラフスパイスのどこでもラジオと書いて送ってください。質問、曲のリクエスト、お題への回答などどんなものでもお待ちしております。そしてツイッターのハッシュタグはハッシュタグラフスパラジオでつぶやいてくださいね。はい、みせせせす。はい、よろしくお願いします。そして反レギュラーのルビーですか。いや、これマイク近いね。あなたが歌手なんだから、一応歌手ではない、ボーカルではないけどね。歌手ではない、アーティストですね。間違っても歌手だよね。歌手じゃないでしょ。歌手はね、歌い手しか表現しないの今。そうじゃないですか。歌っていう感情を用いるから。そうなんだ。え、じゃないの。ごめんなさい、アーティストでいいんじゃないですか。アーティストで、ね、ただ弦弾くと、ただのバンドマン。おいコミックせめてコミック。コミックね。はい、ロビーです。ペピンズのペピンズというバンドのロビーです。ベースのロビーです。よろしくお願いします。お久しぶりです。さあ、ということで、はい、いやー、筋肉痛になりました。ついに。どうして。ついについにじゃないよ。なるべくしてそんなにみたいな。なんかこう、うん、いつもオープニングネタバレなしのなんかこうワクワクする話から始まるから、うん、ついにみたいな、うん、ついにまさかのみたいな、こう盛り上げた方がいいのかな。もう答え言っちゃった。いやでも、うん、あの中身はね、そこじゃないのよ。中身はそこじゃなくて、まあ、筋肉痛になったの。どういうこと。その過程が知りたいですね。いや、今日の今日で筋肉痛になったの。え、ついに。ついにそのついにのさ、振りはさ、あんまり美味しく調理できないわけ。でもカメラをね、久々持って撮影をしてみたいのを日中にやったんだけど、うんうん、それがもう手が震えるぐらい、うん、ちょっとね、久々すぎて、うん、重い望遠レンズ重えなと思ったね、久々。前までね、ちょこちょこ持ってたりしたけど、やっぱコロナになったのもあるし、外行かなくなっちゃったから、うん、持たなくて、うんうん、ちょっとプルプルってきてたのもあるんだけど、その前にね、メロンパン食ったんですよね。うん、そら重いっすよ、うん、重いでしょ、うん、メロンパンがまあうまくて、うん、お重い、うまい話が、ついにこれはなんか食い違ってるんですけれども、変わる、うん、今日のっぽろ森林公園に行ったんですよ。はいはいはい、でのっぽろ森林公園の手前にあるなんか パン屋さんがあるの、うん、知る人は知ってるパン屋さんらしくて、俺は知らないんだけど、うん、私も知らない。たまたま Google マップでそののっぽろ森林公園調べた時に、パン屋さん、パン工房ってあって、うん、おパンある、メロンパン売ってるかなって思ってみたら、うん、もう誰かが撮ったであろう写真にもうメロンパンが一番最初出てたから、うん、あ、これ行くしかないと思って行ったわけですよ、うん、はい、うん、そこのメロンパンめちゃめちゃ美味しいね。おう、あののっぽろ森林公園の、うん、入り口からすぐって言ったらいいかな、見晴らしがいい感じの。あ、見晴らしめちゃめちゃいいいいですよね、おそらく、うん、そこのパン、あとそこでイングリッシュマフィンも売ってて、うん、俺非常に興奮した。興奮して筋肉こだわった分、こわばった分の多分筋肉つもあると思う。ガクブルガクブルガクブル、そんなになったの、うん、それはなっちゃうね、うん、マジでビビった。イングリッシュマフィン塗ってるやん。そんな衝動を受けたイングリッシュマフィンを召したんですか、最終的に。いや、食べてない、あれもったいないから。それイングリッシュマフィンは、うん、あの中に何か挟んでさ、ハムとかさ、うんうん、チーズとか挟んだ方が美味しいから、うんうん、家でゆっくり食べようと思って、うん、今車の中に入れてるけど、はい、た、うん、メロンパンはね、食べた。サクフワ、サクフワめちゃめちゃうまかった。先週メロンパンの話したじゃないですか、はい、はい、で、あの後俊介におすすめのファミマの、うん、ザパンシリーズ食べたんですか、うんうん、食べた、速攻食べた。どうでした。うまいね、やっぱり。なんだこの話。コンビニの菓子パンというかさ、袋パン の、 あの感じじゃない、 なんていうのチープさがないというか、うん、本当に結構こだわって作ってるメロンパンだなって。パン屋さんっぽい。そう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 、なんか、うん、ああいうのって昔はなんかちょっと
外面がベタつくというか。ああそうだね。外面側の部分です、ね、側の部分ね、うん、全くそんなのないですもんね。そうそうそう、ちゃんとしたパンだなっていう。ただ一個俺の好みで言わせてもらうと、はい、結構甘めに仕上がってた。あ、まあ、そうですね、うん、メロンパンの中では結構甘めな気がする、うん、俺が食べてきたね、あの浅はかな ここ1ヶ月ぐらいのメロンパン知識じゃないけど、あっさ食べて、いやそれメロンパン今まで食わなかったら好きじゃないから、どっぷりですね急に、うん、急にどっぷり、うん、急に好きになっちゃって、ね、そう、うん、でメロンパン食べて、あ美味しいけど、でも俺ここを超えるメロンパンをまだ探したいと思って、近所のメロンパンとか、うん、売ってないかなと思って、うん、行ったら他のメロンパンも美味しいし、うん、あと一番衝撃受けたのが、うん、ビジュートゥフランスってパン屋さんあるじゃん、青いビジュートゥフランス、うんうん、青い青と白の赤のフランスのフランスの、うん、トリコロールカラーのやつ、そう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 、うん、なるほどなるほど、地下街にもあるよね、はいはいはい、アピアロありますね、うんうんうん、あそこのメロンパンやばいうまいね、そして値段が140円っていう破格、お安い、おそう、あのファミマのメロンパンで120円ぐらいなのね、うん、まあ、パンとしてはコンビニパンとしては多分安い方だし、うん、価格帯的には普通って呼ばれる価格なんだけど、うん、パン屋さんで売ってる大体メロンパンだと、うん、まあ、相場が180円前後ぐらい、うん、今日行ったパン屋さんも170円ぐらい売ってたから、うん、それで考えたらビジュトフランスで買ったやつは140円の破格な価格で、そのファミマぐらい大きいわけですよ、うんうんうん、今小ぶりなね、小ぶりなシュッとしたメロンパンが主流になってるけど、うん、しっかりとそれなりの俺の顔ぐらいかな、小ぶりだったから結構大きいね、なんかいろいろこれでなんか情報が錯綜する、大きいと小さいからちょっと錯綜する、だからなおさん、なんか網目つけてね、え誰がメロンパンなんだ、誰が北海道の、今フーフーするとこ、すごい音がすごい入ってるから、マイクオフにしてる、マイクオフにしてるよ、マイクオフになってないよ、なってるはずなんだけどな、あじゃあ放送には載ってないけど俺らのあーそういうこと、中には届いてない、はいはい、届いちゃった、なんでマイク入れていやみんなにもこの音を平行に聞かせたいなと、いやすいません、ね、ちょっとあの卵サラダにいぶりがっこみじん切りにして混ぜたの挟んだら美味しいらしいですよ、無理だわ俺、いぶりがっこ無理だから、無理きました、すみませんでした、太鼓さんありがとう、無理だって、あのたくあんパターンもあるじゃん、うんうんうん、うん、ありますね、たくあん刻んだたくあん入ってますパターン、はい、嫌いじゃないけど好きじゃなくないな、どっちで好きになりきれない好きになりきれない、好きにまではいかない、好き食えるけどいかない、うん、実は俺もちょっとあんまりいぶりがっこ得意じゃなくて、だからまああれはだからね、うん、あの味に親しんでないから好きじゃないっていうだけなんだけど、うん、多分食べてね美味しいと思ってれば、なんか美味しいと感じるタイミングは来そうですよね、うん、不意にやっぱりね、まだまだ抵抗感が、心の抵抗があってね、いけない心が、うん、ちょっと難しいんだ、なるほど、あでもね、いぶりがっこ混ぜたら美味しいよとは別だけど、カレーパンに福神漬けが入ってるパターンうまいよって俺は言いたい、ほう、食べたことない、そのパターンあるんですか、美味しそうだね、そう福神漬け好きなんで気になります、あのね、うん、これ俺この1店舗しか知らない、知らないけど、うん、シノロにある、うん、ダッツベイクってお店かな、ダッツベイク、うん、ダッツベイクって録音してます、今大丈夫なんだけど、まあ、調べて、はい、うん、すごいあの投げたらおしゃれな夫婦がやってる、うん、なんかねヴィンテージ感があるお店、アメリカンテイストのお店、うん、でパンも結構固め系のパン、ハード系のパンで作ってたりするんだけど、うんうんうん、お店すごいちっちゃいんだけど、なんかオープンしたというか俺が初めて知った時よりも今パンの種類めっちゃ増えてて、うん、なんかどんどん新しいのとか作ってるけど、うん、その中でもカレーパンがめちゃめちゃうまい、へー、これほんとね、買ってこようかなって迷ってたよ今まで、俺でもカレーパンの愛を語れないから、うん、俺はカレー、うん、そこのカレーパン好きだよは言うけど、うん、他のお店のカレーパンとか別に食べないから、うん、カレーパン愛にね、え、その福神漬けがそこは入ってるのが、そうそうそう、売りなんですか、売りというか売り、うん、さらっと普通に入ってる感じなんですか、さらっと入ってる、あ、でもちゃんとポップには書いてんだけどね、福
神漬け入りみたいな。福神漬けを入れてます。でもあんまりカレーパンで福神漬け入ってるっていうのは聞いたことない。聞いたことないですね。味わった記憶がないですね。ないでしょ。うん、で俺も騙されたと思って食べたら、うん、それでカレーパンちょっと好きになったよね。騙されたと思って食べるほどのハードル？それまでカレーパン好きじゃなかったから。別に興味もわからなかった、うん。別にパンをカレーにする必要性がねえと思って生きてたから。否定派だったらどっちかというとカレーパン。思想が食への思想強いですよね。うん、本当ね。はい、いやそうカレーはご飯だろって。うん、どちらかというとご飯だろっていうタイプだから。割り切れないタイプだ。そう。それでカレーパン食ったそのダッツベイクのやつは、ね、福神漬けがちょうどいいタイミングでコリッと入ってくるんだよ。あ、いいね。それがめちゃめちゃうまいから、これね、食べてほしい。で、そのダッツベイクもメロンパンだけど、うん、メロンパンもめちゃめちゃうまい。あ、そうなんだ。うん、ダッツベイクはトータルでめちゃめちゃうまいね。すごいパンを知り尽くしてるというか、愛情を持って小麦の扱いをしてる。うん、いろんなハード系のパンとかその惣菜パンとあるんだけど、うん、全部うまくて、うん、俺その中でも一番好きなのは、うん、目玉焼き乗ってるやつ、目玉焼きとベーコンとケチャップソースみたいなさ、ほう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 、あるじゃん、ありますね、どんぐりさんとかにもあるじゃん、うんうん、ありますね、どんぐりのあの目玉焼きのやつよりもダッツベイクの目玉焼きの方が俺うまいと思ってるから、それぐらい、それぐらい美味しいと、めちゃめちゃうまい。なんかビッグマム海賊団みたいじゃないですかどういうことさっきから食べ物がいっぱい出てくるそう、コムコム飲みかなみたいなすごいでもすごい説明がちょっとね、今日買ってこれなかったけど、はい、ちょっと機会があったら、水曜日休みとかだったら買いに行って持ってくるわ、うんうん、ちょっと覚醒してそのカレーパンとその目玉焼きのねパンね、うん、コムコム飲みを次回のタイミングで、でも直さん一回なんか舞台の差し入れでパン持ってきてませんでした？おパン、あ、そうそうそう、あれですか？あれはね、どこだっけな、いや、お店が違う、あ、違うんですね、たはず、あれあそこかな、なんかお気に入りのみたいな、おえ、どんなパンだっけ、すごい前ですよヒーローぐらい、ヒーローだから全く覚えてないですえ、何パン、あ、でもやったかもしれない、なんかお気に入りのパン屋さんだからっていう、うんうん、差し入れを、俺も自身が買いに行ったわけじゃないからあんま記憶ない、すごい話、買ってきてみたいな話、あ、なるほど、ブリッジブリッジ、うん、到達不可ですね、でもそこかも、そこですかね、そこで買ったかもしれないそういうことにしておきます、でも美味しかったんだったらまあ結局美味しかったという事実はあるから良かったですね、でも本当にあの小麦の練り練りが上手なお店は間違いなく美味しい、ね、まあ、いろんなねパン屋さんあってどこも美味しいんだけど、うん、まあ、その中でも俺の好みといったら、はい、うん、この前昨日かな、この子の飲み、あのマツコの番組あるじゃん、はいはい、マツコリラックスの、うん、マツコ会議、あ、マツコ会議じゃなくて、あのなんかいろんなものを紹介する人が素人さんが出てきて、あ、何でしたっけね、マツコの知らない世界、あ、そう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 、あれでハード系のパンの、うん、その昔ながらのフランスパンの特集やってて、うんうんうん、すごい共感したね、TikTok に硬すぎるパンっていうアカウントでありえないぐらい硬いパン作ってます、うん、あるね、あの知ってます、うん、知ってる、なんかすごいもうバコンバコンみたいな、うん、もうめちゃくちゃ硬いで頑張ってノコギリで切ってなんか食べるとなんか、あ、なんか味が美味しいねみたいな食えないじゃん、噛めないじゃん、でもノコギリで切って中が一応食える、あ、外がガチガチ硬い、外がもうありえないぐらい硬い、ノコギリじゃないと切れないぐらい、そうなの、なんか趣味で どれだけ硬くできるかをこう探検してたらもうありえないぐらい硬くなっちゃった、やば、面白い、それ意外と好きかもしれないそんなに、うん、ハード系が好きなんだ、そうハード系で、なんかそれの出てる人が喋ってたやつで、うん、そう昔のその フランスパン、はい、あるじゃん、昔とか今も売ってる、はい、あのパンってバター入ってないらしいんだ、うーん、バターを入れないから柔らかく仕上がんないんだ、あ、なるほど、そうなんだ、あ、そうらしいの、それが昔からの作り方らしいんだけど、あ、俺バター入ってるパン好きじゃないんだと思って、うん、確かにそうかもって、だからあのアヒージョとかやった時のフランスパンつけるとかも好きだったり、うん、パンもトーストした方が好きだったりするから、うん、あとは何ていうの、惣菜パンでも俺一回チンというか
トースター入れたいの。ああ、まあ、それはまあわかります。パリッとさせたい。へえ。メロンパンも柔らかいよりはサクサクを優先してる方が好きだったです。食感ですね。話、まあ、それでも筋肉痛なのかもしれないね。もしかしたら、ね、まあ、結果的には、うん、まあちょっとあの美味しいお店がちょこちょこ見つかってるんで、ちょっと皆さんも行ってみてください。夢のっぽろのところは、のっぽろ森林公園からもすぐそこ、車ですぐそこ、本当に車ですぐそこ、車で1分とか2分とかの世界観、世界観が世界観だよ、若干わかんなくて逆に、まあそこの惣菜パンもあるし、イングリッシュマフィンもあって、そのイングリッシュマフィンがめちゃめちゃ俺楽しみだから、それ来週ね、お食べたら、あ、来週ね、話してくれる、感想ですね。まあ、ずっとこの話したらもう尽きないんで、はい、1時間終わっちゃうんで、すごいな、愛情がね今溢れてる、メロンパンマジで好きになっちゃった、へえ、愛しすぎてて ね、うんうんうん、いずれ作りたいって思っちゃうかもしれない、このまま行くと、いや作んじゃない、うん、作りたいもう、まあ、ありそうですね、ひっそり作るよ、でやなんかぜひ札幌のあのもう一回トラックでもう一回見かけたいですよね、あー見かけたい俺探したもん、札幌ないのかなって、うんうん、札幌トラックメロンパンで調べたけど、うん、全然情報ない、あ、ないんだ、突然来るんですかね、うん、今もうないですかね、もう何なのかね、旭川かどっか発祥みたいなメロン、富良野かな、メロンパン屋さんがあるんだけど、うん、東京でトラック出してるのよ、うん、なんで北海道じゃない富良野産小麦を使ってみたいな歌ってるのにあ、札幌ねえんだ、そうなの、アウェー線に行ってるんですよ、 そこは富良野にもお店あるのか分かんないけどね、うん、でもなんかその移動販売で東京の方でやってるらしくて、うん、ちょっと気になっちゃった、じゃあ直人さんが第1号ですね、うん、北海道の何移動パン売る人になる、売る人になる、作れるんでしょどうせ作るんでしょ、いやどうせ作るかもしれないけど、ね、どうせストーリーとかになんか試行錯誤してる過程を急に上げたりするんでしょ本当パンは苦手なのよ、うん、粉物苦手なの、粉物作るの好きじゃない、クッキーお菓子だからお菓子作り好きじゃない、あでも分かります、なぜかというと測るから同じくなるほどね、繊細な微量割り算調整が、そう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 、あれ正しくないと美味しくない、ほんとちょっと違ったらもう違うじゃん、ね、確かに、うんうんうん、ああ違ういつもと違う、じゃあちょっと多めに混ぜようと言ったらもうよく分かんなくなるじゃん、はいはいはい、崩れやすい、繊細ですね、食べて美味しいじゃないもんね、オリジナリティが出せないですよね、そうあの自分たちでやると理由ができないから正解に向かっていくしかないです、そうですね、完成された式を式に向かうしかないという、うん、遊びがね、クラシックみたいな、そうなの、クラシックの遊びは好きじゃない、まあ、なるほど、はい、いつでもオリジナルですDIY でさて、これで今週もやっていきます、まず1曲目参りましょう、ソエルでディアフレンドしました、トレンドでございますね、今流行ってるもの、昔流行ったもの、これから流行りそうなもの、まあ、そういうものをねお話ししていくところで、まあ、この番組の冒頭から私のトレンドをずっとメロンパンメロンパンって先週から話してるわけですが、うん、今日のトレンドは、こちらでございます、2010年のファッション、2010年、はい、今から13年前ですか、3年前、はい、意識してないかな、うん、なんかそのこういうトレンドのファッションをみたいな意識をしてないかったから、うん、なんかあったのかなって、はい、調べてみたんですよ、はい、調べたら、うん、あるんですね、その当時の流行りっていうのが、あー、あるんですか、あったんですよ、あのね、ノームコアブーム、うん、ノームコアブーム、何それ、ノームコア、ノームコア、この言葉知ってる、知らない、よ、知らないですね、あの簡単に言うとアップルの創業者の、うん、あの人いるじゃん、ジェームスじゃないし、スティーブ・ジョブズ、あ、スティーブ・ジョブズ、うん、スティーブ・ジョブズの格好が、うん、ノームコア、ノームコア系です、うーん、でなんかノームコアはノーマルとハードコアを組み合わせた造語で、うん、究極の普通を指すらしい、うーん、究極の普通、究極の普通、はい、でこれが徐々に流行り始めたのが2015年ぐらいかららしいんだけど、まあ大体その GU とか、うん、とユニクロとか、うん、ファストファッション系がぐわーって入ってきた時がまさにこのブームの
火付け役みたいになってて、うん、要は、ね、簡単に言ったら T シャツにジーンズだったりとか、うんうん、パーカーだけとか、うん、すごいすごい普通の格好を、うん、要はおしゃれに着るみたいなブームがあったんですよ。そう思うと いっぱいいたよね。いっぱいいましたよね、そういう格好する人。2010年は制服着てました。わお。わお。わお。嘘。制服着てましたね。ほえー。え？そんな世代か。そんな世代。メンバーすら。2015は？15はもう卒業。卒業して。してとかね、してたな。してたと思いますね。二十歳は超えてましたかね。二十歳超えてた。はい。この時ノーマルとハードコアのノームコアが主流だったんですよ。とにかくシンプルイズベストみたいな。かけ離れてましたね。確かにそこら辺からそうだね、ガチャ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 花柄ない服じゃねえみたいな。で逆にそれが良かったんで、その普通の人しかいないから周りが、うんうん、俺もちょっと違う格好がしたいっていう刺激からね、だったかもしれないですね。まあ良くも悪くもね、動きますよね、はい、うん、でもその頃確かにスニーカーが流行ったんだよ、コンバースとか。あー、コンバース流行ってましたね。あとスリッポン系、うん、あ、だからその頃か、そう、俺それがノームコアっていうそのなんでファッションのトレンドだって知らなくて、うんうんうん、あ、やっと普通の服着るやつ増えたかぐらいに思ってたから俺どっちかというとそういう服がもともと好きだからさ、うん、なんかガチャガチャしたのとか着れないし、うん、みんななんか俺と同い年のおしゃれするやつみたいなのは、うん、だいたいこうジャケットっていうかさ、うん、前開ける スーツの上みたいなやつ、俺はあれスーツの上だと思ってるから、うん、ジャケットっていう表現しかできないんだけどいや、いいと思いますよ、ジャケットね、ジャケットで、ジャケットで、あれ着てるとおしゃれみたいなやつ多かったじゃん。あ、まあ、そうですね、でもなんかわかるかもしれないですわ、ね、そうそうそう、おしゃれに気使ったらまずジャケットみたいな、なんかさ、うん、まあそうです、俺それ嫌だったから俺結構それ嫌だなって思って生きてたから、うん、あれだけどそこの中のね、あのインする中身がさ T シャツになってたりとかさ、うん、そういう時代だったのよ、うんうんうん、すごいシンプルに、うん、なんかシャツじゃなくて、うん、襟付きシャツじゃなくて、うん、カジュアルシャツ、うん、でジャケット羽織って、うん、でジーンズ、スラックスじゃなくてジーンズみたいな、うん、で革靴とかじゃなくてスニーカーだったんですよ、うんうん、あったな、その時代あったよね、ありましたわ、ノームコアを経てそういう風にまたスタイルが変わっていったんだ、あ、そうなんだって、あれはファッションブームでみんなやってたんだって俺は気づかされた。なるほど。そう、うん、でちょっとね遡ってみたの、もっと前ってなんかあったのかなって、うん、ですごい遡って見つけたのが1990年代、はい、まあ俺だったら5歳ぐらいか、とっくはもう20歳ぐらいだと思うけど、いや、あの、おかしくない5歳と20歳ってすごい違うよね、すごい違うね、すごい違う、15歳も違うの、すごい違うと思う、いや思わないで1990年頃からは渋谷カジュアル、アメリカ、あの若者のアメカジスタイルみたいなのが、あ、そう、渋カジと呼ばれる、うん、まあ、ハードなアメカジみたいな、アメカジをさらにハードにするっていう、へえ、ソフトなアメカジって何なんだろうって思うんだけど、うん、そうだね、確かに、ハードなアメカジっていうジャンルが当時流行ったらしいんですね、うん、で、裏腹系とかが流行してた時代ですから、まだパミパミはいないよ、あ、いないんだね、うんうんうん、2000年より前だからね、うんうんうん、だ原宿の今ができるよりお前の原宿の裏側は、うん、渋カジ、渋カジで、そうで、この時に、うん、エアマックスだったりリーバイスとかのデニムに人気がつき始める、ああ確かにそうだよね、あ、なるほどね、ベストジーニスト、エアマックス狩りだ、そうそう、エアマックス狩りいわゆるありました、はいはいはい、ベストジーニストをまたさ草薙剛、木村拓哉だってさ、うん、ね、殿堂入りしちゃって、こういう時代を経て、うん、
でその後に B ボーイブーム、これが98年頃、池袋ウエストゲートパーク頃という、ああそう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 、ドラマで言うと、うん、そう B ボーイ、なるほどね。でこれさ、俺思ったんだけどさ、増えたなあの時、 B 系って言ったりするじゃん、 B 系、 あ B 系ファッションだね、うんうんうん、B ボーイと俺 B 系同じ類だと思ってたんだけど、うん、違うらしいんですね、うん、ご存知でした？いや全然存じてないです全然ついてきてないし、なんか何が違うのかは分かんないけど、うん、B 系は俗に言うヒップホップ系なファッションスタイル、うんうん、だからまあダボっとは着ているけど、やっぱりこう B 系というか、なんだろう、海外で言うたりはアクセサリーとかもゴツゴツしてて、うん、要はお金持ちファッションなわけじゃん、うんうん、ヒップホップってお金のないあの、まあ、人種というか人たちの中で生まれた音楽で、うん、自分たちはちゃんとお金があるんだぞっていうパフォーマンス表現をするために新品のものを身につけてかっこよく見せるっていう文化から派生したものだから、そういうのなんだけど、 B ボーイはダンスとか、それこそなんかスノーボード、スケートボードとかをやるようなファッションらしくね、うんうんうん、そうなんだと思って、うん、意識して見分けたことないなって思ったけど、うん、結構こうダボッと着るみたいのが全体的なファッションアイテムの主流だった、うん、これが1998年頃の B ボーイブーム、うん、でその後2002年頃ぐらいからセレブデニムブームっていうのが来るらしい、うん、どうなってんの、広がってるやつですか、あの極太ワイドからスリムシルエット、スリムなさ、セレブ、ね、スキニーっぽい、スキニーぐらい、もうレギュラーを超え、レギュラーとスキニーの間ぐらいみたいな、なんか、うん、太ももしっかり見えてます、ふくらはぎ見えますみたいな、うん、そういうスリムシルエットのジーンズが流行って、グラムと か、 なんかパンクとかロックとか、うん、そういう音楽との、まあ、距離も近くなってってみたいなファッションの文化が2002、そう流行ったらしい。そう考えたら確かにこの時代スキニー履いてるやつ多かったなと思って、そうか、スキニーなんて女が履くもんだと思ってたわ思ってたんだよ俺は、うん、スキニージーンズって、うんうんうん、メンズでスキニージーンズなんて見たことないから、うん、でも今は普通に売ってるじゃん、売ってる売ってる、この頃からだから変わったんですね、うちらの貧乏バンドマンはやっぱりその女性もののスキニージーンズを履いてましたよ、そういう当時から脈々と、あ、そうなん、口コミで伝わる術、スキニーどこで買ってんのみたいな、うんうんうん、あそこあそこみたいな、え、ね、レディースの店じゃんみたいな、ロビーをもうスキニーしか履かないの、スキニーしか履かないことないやろ今日だって違うんだから本当に、今日何履いてんの、今日寝巻き寝巻きのスラックスですね寝巻きのスラックス、千鳥寝巻きスラックス、いやでも基本はロビオでもスキニーしか履いてるイメージがあんまないんだよね、結構細身の、うん、ライブの時は未だスキニーだったりするんで、普段もライブみたいな生き方してるもんね、まあ、ライブがライブですよ本当に本当に、いやでも最近はそんなこともなく、うん、あの締め付けが苦しいんでそれが何だろうねあんな太るとかそういうあれかな、あ、年とかね、出会ってから長いですからね、お互いに、はい、意外ともう立っちゃったね、立っちゃってますか、あっちゅう間にね、はい、まあ、こういうのがスキニー系がね流行ったりする、うんうん、その後2005年頃からヘリテージ、うん、ニューアメトラブーム、うん、もうよくわかんない3つぐらい意味が含まれさってましたけどねもうここまで来たらよくわかんない、アメリカントラフィック的な、なんだろうね、アメトラってなんだろう、ストレートストジーンズとか、あと若干のテーパード系のシルエットのヴィンテージ系デニムみたいのが流行り始める、大体この頃からあの GU もテーパード系のジーンズ出し始めたかな、あー、なるほど、あのワイドテーパーとか、それが2005年なのか、まあ、その後もずっと出してるからタイミングは分かんないけど、まあ、世界的に多分来たのはその辺なんだよね、そこからいろんなファッション業界がみたいな感じで、で考えたら俺もこの辺来てたなと思って、踊らされてんだ俺も、知らない間に思考が、うんうん、買わされてる、そう、俺トレンドを目指して買ったわけじゃないけど、うん、トレンド取り入れてたんだと思って、うん、ちょっと
税理部悔しいね、うん、いや、時代が直人さんに追いつき、そして去ってったんじゃないですか。あ、もしかしたら、ね、経過されただけじゃないですか。ノーレノロノロン、うるせえな。え、誰がノロノロンってんの。腐してないのに腐してないのにネガティブだな、ネガティブだ。あとは、2012年、うん、くらいになってくるとシティボーイブームですね。シティボーイブーム、うん、まあ、2010年の、まあ、最初の方みたいな。シティボーイ、うん、あのさ、いたよね、ロング丈の、 あのコートとか着て、うん、フード出してる。フード出す、それに、うん、なんかおしゃれザ、僕には全く理解できませんが、ね、ま、街中歩いてるザおしゃれ男子、あのね、言ったら分かるかな、ビッグカメラの上の方とか、うんうん、歩いてる人のほとんどがステラ歩いてる人のほとんど結構この格好してんの。え、ロングコートに、みんなロングコートにちょっと丈短めの、うん、あのズボン履いて、ああ、なんか分かったかも。ちょっとこじゃれた靴みたいな履いて、ローファー的な、ローファーなのかな、なんか まつげみたいですね、うん、表現 が、靴が、ただのスニーカーではないんだよ、ちょっとおしゃれな靴履いて、うんうん、でニット帽を浅めにかぶって、うん、いるしょ、いるしょ、そこで、で大体大体フード出してんだよ、パーカー着てて、パーカー着てるの出してる、そのと、うん、やんちゃだな、まあ、トレンチコートでもないよね、 俺もコートって言ったらトレンチコートしか出ないから、ダッフルコートかトレンチコートの2種類しか知らないから、うん、そのロング丈のコートってよく名前わかんないけど、うん、ロントレンチコートじゃないですか、わかんない、うん、季節のヒントが、季節により、季節のヒントが欲しい、ね、春秋春秋だトレンチじゃないですか、今時期、うん、今時期のトレンチでおかしくないと思いますけどね、うんうん、なんかザ・おしゃれ男子みたいなのを着てる、うん、いました、格好が特に流行った時、へー、俺一番嫌いな格好これ一番嫌い、何が嫌いな、え、どこ嫌いってそんなある、勇ましくない、勇ましさを求めている、求めてたんだ、衣類に勇ましさを、うん、勇ましくない、勇ましくないっていうのはあれだけど、めめしいとかですか、なんか、まあ、俺が知り合いじゃないからかもしれないけど、はい、後ろから見ても前から見ても同じ人たちにしか見えなくて、嫌、うんうんうん、だ、そんなもんじゃないですか、帽子の色変わったりメーカー違うんだろうけど同じよって見た目、あ、うん、同じ見た目同士の人がさ、うん、男同士で歩いてるね、うん、俺その女の人でも思うの、女同士で同じファッション、うん、いやもちろん悪いことじゃないんだよ、うん、好きだから同じファッションしてるから、うん、俺も多分同じファッションしてる人が隣にいたら同じこと思われるんだけど、うんうん、すごい言いたいことわかる、なんか嫌なの、うん、すごいわかるけどすごいわかるけど、どっか変えてこいよと思うわけお前それ着んの、じゃあ俺これ着ないわみたいな、お前ニットなら俺キャップにするわとかハットにするわ、なんで全く同じ格好で街中歩いてさっきそこで買ったわ一緒にその店でみたいな、ナオトさんに突っ込ませるためにやってんすよその人たちは、もういやそれ突っ込んで欲しくて、それが2人との世界じゃないよ、いやまあ、高校生って、ね、すごい同じ場所で買うんですよ、そう、それがステータスなんですよ、そ、あ、そうそうそう、その、それで安心するし、高校生、大学生ぐらいめちゃめちゃその格好してるから、分かる分かる分かるよ、流行ですよ、女子にモテるってあの書いてるんですよ、うん、あ、そうなんですね、ファッションでね、ファッション誌とかに、うん、書いてるから、みんなでそこでこぞって同じ店で買うんですよ、あ、そうなんだ、で、同じ人が溢れるという、もう、安いし、安いですよ、多分ウィゴーとか、うん、そっちで買うんですよね、高校生ぐらいは、ありそうだな、ちょっと高くて他は買えないんですよ、うん、そうだね、うん、でも一番がね、俺がこの格好できないんだよね、俺肩結構張ってる方だから、肩しっかりしてるから似合わないの、うん、そういう、まあ、ナオトさんが黒のねああいうコート着てると本当怖い、俺ちゃんと肩があるから強そうする、背広の上に着てるみたいだから意味変わっちゃうのよ、でもそういうの着てる人ってちょっとなで型というか差別化されちゃうもん、こう日本人らしいシルエットだからちょっと細身に見えておしゃれに見えるけど、うん、俺はここ肩張ってからのロングコートだから、ただただ角張っちゃうから全然おしゃれじゃないのよ、あれなんで俺はロング丈合わないんだろうみたいな
へー、ベンチコートみたいに見えるわけだから、はいはい、壁みたいな、うん、黒い壁みたいな、やめた、だからそれ、うん、ロングは俺しちゃダメだと思って、うん、へー、あ、そうなんだ、うん、そう、引かれちゃいそう。それから考えたら韓国系の今のファッション、うん、その上着がちょっと大きめで着るみたいな、はい、ありがたいね、肩が隠せるからね、うん、覆いかぶせるタイプ、そう、だから本当に最近ね流行りになったこうオーバーサイズのとかさ、うんうんうん、あのポロシャツとかいっぱい売ってたじゃん、うん、すごい嬉しい、肩の位置がバレないからバレたくなかった、コンプレックス、コンプレックスそんなコンプレ、割とコンプレックスよ、だから L サイズで買うと、もうパッツンだから、あ、そっか、しっかりパッツンになっちゃうの、片方欲しいけどな私は。いや、そう、羨ましいと思ってます。ない人はね、言うな、ないもんねだりですよ、全部、そう、俺もないもんねだりなんだけど、うんうん、だからはなんだろうね、合わないんですよ。そうなんですね。男性で肩張ってて嫌だっていう人を初めて見たかも。まあ嫌だというか、その俺がもし気になるっていう。俺もだってあの汗かかなかったり暑くなかったりニット帽とかかぶりたいけど、暑いからかぶれない。ああ、まあ確かにね。そういうのから、うん、羨ましいなっていう気持ちもあって、うん、同じファッションすんなよ。思っちゃう。ひがみだ。なんだよ。ひがんでいた。いや、おしゃれだなとは思うわけよ、うん。おしゃれだなとは思うけど、同じかいって思う、うん。まあでも流行ってそういうもんですからね。いや、そうそうそう。本当に怖いぐらい、うん。みんなそれでいいんですよ、意外と。だからそうそう、割とだから GU とかもはトレンドすごい取り入れて、おしゃれな服なんだけど、うん、今買うと他の人も着てるから俺嫌だなって思っちゃう。うん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 。うんだからセールの安くなった時に買って、うん、来年来たりとか、うん、あ、いいじゃないですか、うん、それは結構遅れて来たりする。今着てるのもそうだね、うん、今着てるのも1年前ぐらいのセールでなんか500円ぐらいの時に買ってへえ、そうなんだ、今日初めて来た、来たくならないですか、来たい、明日来たいなって、うん、買ったらすぐ来たいよ、なるでしょ、うん、自由だって思うわけじゃん、思わなくないですか、分かんない、把握してないもうトレーナーとかぐらい、トレーナーパーカーぐらいだったらさ、うん、いいんだけど、ありきたりだから、うん、これはさすがに GU だな感は分かっちゃう、そうなんだ、そう、一回鬼滅流行った時に鬼滅とのコラボかなんかの、うん、こういう生地感のやつも、うん、俺いいなと思ったんだけど、うん、鬼滅って入ってるからなんかデーモンスレイヤーみたいな嫌だな、それは、それは嫌、ね、でしょ、うん、それは嫌だな、うん、でも10年後だったら着たいんだけど、さすがに、うん、なんか鬼滅ブーム時に着ると俺がなんかお子ちゃまみたいだから嫌だなみたいな、そういうね、勝手にどう見られるかを自分で勝手に想像して嫌だなって、うんうん、思って着ないとかね、うんうん、なるほど、まああるけどねまあいろいろね、トレンドがあって、また繰り返すトレンドもあるでしょうから、いろいろ調べていきたいと思いますが、まあ、ちょっと今年の流行りとかもし知ってる方いたらメールいただいたりとかコメントツイッターでいただければと思います。私何も知らないんでね、トレンドファッションのトレンドは調べないと分からないんで、はい、ちょっともし情報持ってる方がいらっしゃいましたらぜひ教えてくださいませ。はい、さあそれでは、2曲目参りましょう。川原愛でオレンジロード、はい、トレンドがちょっとね長すぎまして、失礼しました、ちょっとね声を大にして言いたいことを、それを言いたい、もう言いたい、長すぎたよ、すいません、次のトレンドがぶって切っても曲流してくれていいから、え、何、歌えばいいの、いや、これ曲の時間ですかってなるから言えなくなるから何ですか、はい、声を大にして言いたいことで、はい、まあみんなそれぞれね、いろいろ思ってると思うんですけれども、うん、まあ個人を攻撃するような文句とかではなく、ちょっと大多数に言いたいこととか、あ、うんうん、いいことでも悪いことでも、ああ、ありますよ、あるね、あるんだ、あります、あります、お、それを言いに来たようなもんね、おお、言ってくれ、言ってくれたまえ、いいのか、もうもういいのか、あ、もういいぞ、今日はちゃんといいのかいいですか、いいですよ、あ、やった、よかった今週の日曜なんですけど、5月14日にですね、え、もう下手くそか、ぶっ込み方、告知の時間じゃねえよ
告知はもっと最後だよ。いや今しかないかなっていつもね言えずに終わる。まあじゃあまあ声を大に慣れてきたね。ヘブンズゲート、どういうことですか。え、あ、イベントタイトルです。ふざけんなよ、ふざけんなよ。まずはここまでってことで告知すんなっつって、はい、次の人に次の人に。いや次じゃないんだよ。え、大きな声で言いたい、その告知以外のことはないの。告知以外のことは、うん、あ、うんと、うん、あ、ドイツに行くぞ。ああ、おお、はい、おお、行くの。行ってらっしゃい。うん。いや、ひどいひどいよ。今ね、頑張っててウェブ投票で1位なんでしょ。はい。え、何それ。すいません、ありがとうございます。何が、はい、言おうとしてること言ってくれたんだ。ドイツに行くの。なんかオンライン投票みたいな、バンドで、バンドの話なんですけど、ものがわかんないんだけど、なんとかジャパンっていう大会が本州の方であるんだけど、はい、それの予選みたいな内容がウェブ投票になってて、うん、それで今予選1位の投票率なのかな、セミファイナルを1位通過して、うん、次5月27と28の2日間での投票次第で、うん、そこ1位の人は7月に東京でライブがあって、うん、それでなんか勝てば、うん、8月にドイツで野外フェスみたいなのに出れるというところに来てるんですよ。すごいじゃん。そう、それ声を大にしていたい。まずここまでありがとうございますって。本当にドイツ語の曲作るの間に合うのかなって。いや本当間に合わせてくれないと、うん、そこはドイツ語喋れる友達いないよ俺。グーテンタク、グーテンタクって誰ですか。なんで。いや行きましょう、一緒に行きましょう。だから一緒に行きましょう。ドイツ、ドイツいい。俺本番ソーセージ食べたい。でもちろんの現地集合ですよ。ただ現地でうちらのペピンズのね、うん、音聞きながら飲むビールとね、ソーセージは最高じゃないかっていうね、シンプルに。めちゃめちゃ最高じゃない。これは普通に面白いだろう、旅としてと思って。いやすごいすごい、それできたらもう密着するよ、うん、ねえお願いします、うん、本当に慈悲で、慈悲で、慈悲で、筋肉痛、筋肉痛とともに、うん、こうでかいカメラで。でももうね、ファイナルまで行ってさ、うん、その段階では日本一なわけだ、日本一になってるからドイツのそのフェスに出れるわけだから、うん、すごい、うん、いやすごい、ね、生音でやっぱりライブなんで、バリューネームがうん、生音で戦いたいけど、うん、そこに行くためには月末のオンラインを突破しないといけないので、うん、投票の方よろしくお願いします。お願いします。無料投票でいいのでよろしくお願いします。お願いします。本当に清き告知だこれな。告知ですね。いやすごい優しいわ、うんうん、すごいわ優しい、なんて人が。はい、次次次次、すげえ畳まれてる。誰か言いたい人。キャッシュ。俺も言ったもんな。メロンパンでしたもんね。メロンパンもそうだし、だいぶ変なファッションの。変な。じゃあ水田君、ね、ありますか。来ましたね。ついに。焼肉食べ放題。高いよ。あー、わかる。え、高くなった。やっぱりどこも上がってますね。上がってんだ。上がっちゃって。悲しい。高い高い。給料上げてくれ。そこのつまり給料を上げてくれれば食べれる。そっかね。なんかもうこの下がらないだろうなと。もういや下がらないね。下がるはないでしょうね。いろいろ。なんかこう味を落とす店もあれば、うん、こう上げちゃったからいい肉使おうっていうなんかそのスタンスのお店もあれば、うん、こう今までこっちが良くて、うん、こっちがダメだっていうのが今俺逆転しちゃってるんですよね。そんな違い出ちゃった。違い出ちゃった。店が あるんですよ。そうなんだ。衝撃です、ね、下がった店値段下げてくれたんですよ。肉の質も下がっちゃった。なんで。そう落としちゃうみたいな。今まで行かなかったけど高くなっちゃったなっていうところは、うん、なんかわかんない、僕の感覚なのかわかんないですけど、うん、うまくなってる気がすると思って、へっていうので逆転し行く店逆転しちゃってすごい逆転しちゃったんですけど、まあでもこうね、もうちょっと、うん、いやそうだね、うん、今までちょっと高級焼肉食べ放題に行けた値段が通常ベースになっちゃってる。あ、はいはいはい、高いね、競り上がりましたね。上がっちゃって4,000円かな、もっと3,000、5,000円ぐらい。そうですね、5,000円いっちゃうんじゃないですか。あ、もう基本ベースが高い。5,000円だったらな、なんか中間今まで3号ぐらいで食えたじゃないですか。
食えた食えた、あいいねみたいな、うん、うわ4000、5000いくんかい、めっちゃいいとこ行けたじゃん、うんうん、いやそうなんだよね、悲しい、うん、いや確かにそうだね、昔もっと安かったしな、うん、2500円くらいからあったからな、うん、そう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 、うん、それぐらいでいいのよ、うん、それぐらいで美味しいければいいのよ、別にカルビとか頼まんから、うん、それぐらいしてくれ、うん、幅がね、こう、うん、なんか中間いらないんですよ、俺の中で。あもうドンと高いのがあって、ドンと安いのがあれば、うん、今日はなんか肉をタレにつけて食いたいやっていう日と、うん、肉の旨味を感じたいやっていう日が、うん、こうあるので、細けえな。中間の高いところを増やしても、行く店悩んじゃうだけだから。そうだね。うん、こう差別化してほしい。なるほど。なんかもうちょっとね、うまいこと仕組みをね、こう。うんユーザー目線で、うん、食べ放題使い放題には考えてほしい、ねうんうんまあ、分かるよ利益がね重要だけど、うん、でもこのメニューは頼まないだろっていうのが入ってんだよこれのコストをカットしろって、うん、そうしてください何人がこれ頼んでる実際みたいなさ、うん、ありますね仕入れてんだろこの分も、うんうんうん、と思ったらもうカットカットとかね、うん、あと最悪米カットいや食べたいけど、米は食べ放題に入れないで、追加注文、代わりに お肉全然値段下げるみたいな工夫とかね、汁物とかいらないからなくしてください、キムチ食べ放題とかもう嫌なんでいい食べ放題しないから肉の時はあるのなんかその辺でこう帳尻を合わせてこう、上がってもね、上がり幅をこう、3号が3800円ぐらいとかこう、かわいい上がり幅がいいけど。そうですね、うん、グワッて上がるからね、うん、高い悲しいラッキーこのご時世だから500円から1000円ぐらいアップしても大丈夫だろうみたいな、うん、そんな感覚だからなるほど、うん、それはちょっとねさて、うんうん、さて、さて、あ、いや私も似たような感じで、うん、ラーメン一杯1000円以上でもいいよっていうところをね、うん、いやそれは思いますなくしてほしい俺もいやもう1000円以上でいいから、うん量がさ少なくなってるじゃん。あ、そっちですか。そっちなんですか、ね。値段じゃなくて、ね、値段僕感謝の気持ちから。値段を据え置きだったら量が少なくて、ああはいはいはい。値段高くてもいいからちょっとその今までぐらいの量を食べさせてほしいって思って。そっちなんだ。うんそっちです。ラーメンは安すぎる。いやそう元々安すぎたんだよね。うん、パスタより工数かかんないですからね。いやパスタ1700円とかするとかあるじゃないですか、うん、あるあるある、うん、でもラーメンの方がコストかかってるのに、うん、700円とか800円じゃないですか、うん、いや確かにそうだね、うん、昔から日本人ってすごいなってでも俺それが普通だと思ってたからな逆に今ラーメン高いと思ってるからね、まあ、高くなっちゃってるのはね、うん、なっちゃった、うん、分かるんですけどね、うんうんだけどもうちょい食べさせてくれこの値段でいや大盛り頼むいや大盛り頼みたくないやん元の値段で同じ量がいい元の値段で同じぐらいはやっぱりもう無理だから、うん、それ特の行くよく行くお店はやっぱりそういう風潮が強いのその値段はできる限り維持しなきゃいけないからちょっと具を減らしましたね、うん、なんかやっぱり丼がちょっとちっちゃくないとか、うん、びっくりした子供サイズみたいなえそんなのえラーメン丼こんなサイズあったっけ食べ放題屋のラーメンじゃんいやでも そんな感覚びっくりしてもう美味しかったけど、美味しかったけどちょっと量いや腑に落ちないなあそれは満足しないね、うん、せっかくね、うん、行ったのにそうなんですよ、ね、確かに分かる大にして言いたい言って、うん、どんどん発信しててそれこういう大にしてここじゃなくてツイッターとかも言わなきゃダメよいやツイッターとかでもよくあまりに言っちゃうよあまりに言ってどこどこ怖いなそこ限定はねさすがにちょっと仲間内にしか言えないけどそれは個人で思ったことだからうん、うん、値段こうだなってもうちょっとこうしてほしいなってね、うん、ねあまりね言い過ぎたらね本当最近怖いですからねロビーの告知時間をね全部食いつぶしてしまう、ね、怖いですからねまああの5月14日にですねヘブンズがヘブンズゲートというイベントを打ってましてブラックルチルっていう、南7条西4丁目 LC7 番館8階にござんす、はい飲み放題4000円か、ソフトドリンクの飲み放題3000円皆さんいかがでしたでしょうかこの番組フィクションとなっております最高のメンツが揃っておりますのでこれで行こうの最初の日曜日はここで